災いをなす代理氏経公を召されり、氏経神の籠せし弓を持つ当代一の弓取りなり、再び悪鬼越したれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、氏経放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息を氏経公に吐きかける。ほどなく氏経随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。氏経公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども帝を哀れにおぼし召す。氏経対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を討ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、氏経公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。お前は掛け替えがない。走れ、ロブ。奉仕が言っていた青い紫陽花、この近くだ。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが氏経の墓。
天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。撃ってこい！神頼みしてもいいんだぞ。
や。